そう、それでは続きをやっていこうと思います。今回も、アゴラモデルズさんからキット提供していただいております。ラフェラーリ8分の1スケールモデルの49号となっております。今回からパックが7に入るところですね。ではやっていこうと思います。今回は左リアサイドパネルというふうになっておりますので、早速やっていきましょう。ピア。こんな感じ。入っているのはまあこの2点ですが、今までにできたものを重ねていくような感じですね。もちろんですがダイキャストです。綺麗だな。こうね、刀振りとパパッとこう開けちゃってるんですけどね、ボディとかねパーツに気をつけないように気をつけましょう。お、これは樹脂だ。樹脂か。で前回作りました、これか、私が1本ポチッと折ってしまったやつですね。後でつけるにして、これに、前回作ったこちらですね、をつけていきますよ。こう向きにいこうか。まあ、直すっつってもね、接着剤でつけるレベルなんですけどね。これを、こう、こうと、バッチリつけていこう。よっ、よいしょ。よっ、よっ。はい、奥まで入りました。もうなんかこれだけでこの、なんだろう、このメカメカしさがかっこいいな。忙しい感じがいいね。で、以前ついていたこちらのパーツですね、こちらもつけていくよと。よいしょ、こっちで合ってるかな、違うね、こちらでございました。危ない危ない、パターンね、不逆でした。こちらを、こう見まして、で、今回のこちら付属されていたものにこのようにつけるよという感じですね。こちらは H のネジですね。 H のネジでつけますよ。あれ、俺今ここに用意しておいたのにな、 H のネジ。あれ、あーただよかった。じゃあもうね、ネジどこだってなると嫌だから、もうちょっと前もって置いておこうと思って探しておいたんだけど、広げようと思った瞬間にもうどっかやってる。ダメだね。よいしょ。で、こちらを、ここですね。よし、いい感じ。ネジの効きが素晴らしくいい。で、こちらも。よし。できた。うん、いい感じ。なんかいちいちいい感じだな。なんかね、好きなんだろうね。だろうね、ちが好きなんだよね。で、これを、あー、なるほど、そういうこと。で、これを、ここのぼっちに、このように、つけるんですね。こうです。なるほど。ここで、ここ、バッチリ入れて、で、ここをネジで締めてってと感じですね。こいつは、この、こいつの立ち位置はどこなんだ？この下に潜らせるのか。ここに、あ、入った。ほら、ああ、なるほど。なるほど。なるほどね。ああ、いいね。ああ、いいね。ほら。ああ、いいね。なんかこの質感いいな。かっけー。で、ここを3のネジだから、H のネジですね。これで、止めるよと。あ、ちょっと待って。このネジは指、タイプ E のネジをお使いください。ちょっと待ってよ。あるけどさ。ごめんなさい。これはね、違う。ここにつけるパーツ。
これですね。なんか書いてないじゃん。なんかあったのかな。よし。で、これをここに使ってねっつって書いてある。なんかミニカーっぽくなってきたな。もうなんかミニと呼びにくいスケールではあるんですけど。で、これを、こう向きのこうつけるんですね。ここにこうつけるんだ。なるほど。つけるのはいいんだけど、これで、なるほどね。こういう風になるわけね。で、ここにさっきの3のネジ、H ですね。これをつけるよと。よ。なんか、あれだな。撮影がなかったら、一日中これやっとりそう。楽しいから疲れない。疲れない。こうさ、割とスムーズじゃない、こういう風に。で、なんかやっぱりやっていくうちにどん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 形になっていくから楽しいんだよね。でかいし、なんかこう完成すごい楽しみになるディテールだし、電動で動くとかさ、なんかそういうのとかね、細かなギミックがあるから。見てこれ、めっちゃかっこよくない？いいね。で、本来ですとこっから、あの、以前私が折ってしまったこのパーツですね、こちらが、あ、ここにつくんだ。なるほど。だからここにこういうふうにつければ折れてないように見える。ほらごまかし。ここにね、本当だったらこうこうなるわけ。あ、いいじゃん。ほらほらほら、ごまかした、ごまかした、いい、ごまかし、素晴らしい。何もなかったかのようで。オッケー、よし。で、これが完成ですが、次なんですけれど、あのステージ50っていうところですね。で、50は今度右サイドパネルの組み立てとなって、同じことをやりますので、こちらもね、飛ばさせてもらいますので、一旦カメラ止めますね。はい、それでは続きをいこうと思います。できましたよ。こんな感じでございます。しっかりはまるべきところにはまっていい感じですね。ここもこうやってつなげ て、これで左右できたかな。こんな感じね。いいね。よし、では次、51メインシャーシとなるんですけど、ちょっと今ね、実は準備しててすげえ時間かかったんですよ。これがね、しっかり梱包されておりまして、見ての通りめちゃくちゃでかいんですよね。まあメインシャーシとなっております。で、今回がステージ51となっておりますので、こっからどんどんね、今までできたものを積んでいくような感じになりますね。まずこちらですね。説明書と同じ向きにしていこう。いや、やっぱり場所がちゃんとあるとこういうのがちゃんとできるからいいな。これをだから下の方に通していって、これをここにこう積ませるよという感じかな。こう中に入れる。で、5のネジで止める。どこに5、あ、ここにネジの穴があるんだ。へえ。これでパチンとかしっかり入れたら、横のネジ、ここですね、ここをネジで止める。ここのネジが、タイプ E のネジですね、こちら。よいしょ、よいしょ。この横にネジ穴があるので埋めていこう。はい。お。よし。いや、メインフレームやっぱでかいな。あ、まだついてた。そう、こういうのでね、しっかり梱包されてたの。おー、すげーと。なんかこうケースとかね、やっぱああいうので擦ってしまって剥げてしまわないようにみたいな感じもあると思うんですけど、あのバンドで締められながらね、しっかり梱包されてた。すげー。よし、OK。
こんな感じ。これ動くのか、こういうもんか。動かんね。あ、奥まで入った。奥まで入、いや、これもっと奥まで入る。あ、あ、お、もっと奥まで入るわ。なるほど。なんでいい、しまった、二度出ましてしまった。なんか奥にね、段があって、そこにまで入る。あ、危ねえ。こっから今みたいにこのように通して、ここの奥にね、段があるんですよ。そこにちゃんとはまるようになってた。あ、入った入った。こっちは入った、ほら。あー、なるほど、それで OK なんだ。で、そうしたらしっかり締めよう。こうですね。あ、これ中がグレーになってる。あ、すごい、今気づいた。かっこよ。よし、 OK。 ここね。で、これを入れたら、あ、以前からちょっと付属されてて、どこに使うんだろうってちょっと不思議に思ってたパーツを次つけるんだ。次はフロントプレート、ん、なんていうの、それでいいのか。こうつけて、なんかいいね、メカメカしくなったね。なんかこれつけるだけでガラッと雰囲気変わるわ。線大丈夫、大丈夫だね。で、以前ついて、これなん、これいつ出るんだろうと思ってたら、ここでやっと出るんだ。ちゃんと保護のためのこういうスポンジまで入ってる。で、これをこう向きに見て、こいつを裏からなんか一気にぶっ飛んでないって思っちゃうんだけど、これここをこうつけるの。これはこれ中を通す。フロントプレートを固定します。これこうやるんだけど、フロントプレートっていうのこれか、これ、あ、これだ、これも作ろうってなった。これですね。これを、あ、これはここにこう来るわけか。なるほど、こいつはこれでいいんだ。あ、なるほど。じゃあ先にこれはこうですね。こういう感じで。で、ここで、ここを G のネジで止めると。で、こいつも G のネジ。ちょっと先に2本だけ止めちゃいますか。これとこれですね。これはちょっと後で。OK。ああ、外れる。外れる。こうですね。OK。ちょっとここは大きいドライバーにするか。ネジが。ネジのプラスの部分が大きい。まあ、ちなみにこのドライバーはね、100均で売ってるやつなんで、簡単に安価で手に入ると思います。多少はね、やっぱり揃えておかないとちょっときつい時があるかな。比較的付属されているドライバーは非常、結構使いやすいんだけどね、うん。ガタガタしない。で、そうしたらこれですね。これをここのネジ穴に合わせながら、こうしっかりと、しっかりと、あ、こう段になってるね。
案内がついてるんで、そこにも合わせながらパシッと決めてくれば、ちょっとうまく。え？ここに角出ながら、こちらも角に当てながら、うん、ネジ穴あった、余計で、ここに1、2、3、4、これも結構ネジ頭がでかいんで、ちょっと大きいドライバーとか、ここですね。うん、うん、うん、はっ、いい感じ。稀にね、こういうネジでも、こっちは3番、こっちは4番のネジでみたいな、こう違う時がね、たまにあるんでね、ちょっと気をつけないといけないですね。まあね、鍋さんはね、本当こう、私は全然説明書を読まない人間なんでね、それがいけないんですけど、皆さんだったらまあミスることはないかなと思うんですけど、私のようにならないように気をつけましょう。よし、OK。しじめチェック、ここの案内がちゃんと入っていれば OK でしょう。上から見るとこんな感じか、ちゃんと蓋もできてる感じですね。ここね、よし、 OK、 こんな感じで、これで51が終わった感じですね。よし、今日はこの辺にしておきますか。どうでしょうかね、かっこいいね、サムネの画像を用意してる、こんな感じでございます。ではね、またどんどんね、進めていきたいなと思いますのでね、また見ていただけたらと思います。ということで今日はこの辺で、ではまた。さあ、それでは続きをやっていこうと思います。今度は52号ですね、ステアリングシステムというところを作っていこうと思います。では早速やっていきましょう。今回はこちらですね、52号。今回も、アグラモデルさんからキット提供していただいております。ではやっていこう。よいしょ。もう早速こいつにつけていく、本体につけていくような感じになりますので、裏返してここですねに、クランクシャフトガード等をつけていくんですが、何が入ってるのは結構やっぱボリューミーだな。今回ネジが確かさっき別で入ってるのを見かけたんだよな。FF っていうネジ、これですね。3本だっけ。で、この中が一体何ぞや？ピッ。うんうん。ピッ。うん。なんか複雑な開け方。あー。重た。よし。ではやっていこう。で、こちらですね。これを開けての、これ特に向きは関係ないのか、ここに乗せるような感じですね。
こんな感じでいいのか、なんか違う気がするけど、いや合ってるね。で、これじゃない。これ、これだ。ラックシャフトガード。これですね。いや、でも、これ、ああ、いいのか。これを、ここにこう止めるわけですね。こいつを固定するよと。で、ちゃんと入れたら、ここを。11のネジ G ですね、用意しておきましたよ、ちゃんとこちらですね。で止めるよと。よっ、ちょっとネジが大きいので大きいドライバーに変えて入れてあげましょう。ほいほい。これでギュッ、よし、支えができたわけだ。これ動かないけど大丈夫なのかな、これね。いちいち不安を感じるんですけれど、大丈夫かな、自分のやることに自信がない。違ったね。なるほど。これをどうも奥に入れてあげないといけない感じで、いや動かない、ギアなのに動かないのはおかしいでしょ、今思ったんだけど、ね、これをどうもね中にこう入れ込むみたいだね。こういう風に中に入れて、こういう感じか。こうすると動くよと。ちゃんと見ろよっちゅう話だよね。すいません。なんか一回ミスしだすと焦り出す。よっ。これで OK ですよと。で今つけたパーツに対して今度はステアリングロッドをつけていくというか、これ動くね、スムーズ、よしよしよし、ギュッとつけてこう動くかな、ここにステアリングロッド、でかい、こちらですね。よっ、これをこのギザギザがある方にこう通しておく、こっちから入れようよってなってますね。でここにこう、こう、ここにこう、こう、こうなるんですね。なるほどね。これできるだけちゃんとこの軸自体のギアをまっすぐにしておいた方がいい。でこれの真ん中にこう当たるような感じにしておけば安心かな。で入れたら、入れたら、画像のようにラックシャフトガードをステアリングロッドですね、はめ込み3本のタイプ G のネジで止めます。そんな止めるパーツ、これさなんかよくわかんないんだけど、今こうなってる、これを何で止めるって、ラックシャフトガード、ラックシャフトガードディテール A っていうのと、ラックシャフトガード4番のパーツ、ですね、4番のパーツになるんでこれですね。ちょっとごつい、大きい。これで止めろよとなっておりますね。こういう向き、シャフトがこう絵的には見えていて、そこに
こう見て、こうか。え？違う、こうだ。これでシャフトが落ちないようになるわけですね。なるほど。で、これを G で止めるよ、また。なんか意外と、なんかちょこちょことこういったところってさ、他のキットでも、あれで、あれでっていう風な感じになってたんだけど、ここは、なかなか、やりやすいな。軽く締めておく。ここも軽く締めておく。なんか今変な音がしたような気がした。気のせい。で、これで、よいしょ。よいしょ。できたよ。グッとグッと、グッと、はい。で、いいよ。ああ、なるほどね。しっかりいくもんだね。うまくできてんだな。なんかずれてるような気がするんだけど大丈夫かなとか思ってたら全然大丈夫だな。はあはあ、なるほど。うまくいくもんだ。これでちゃんとこうやって動くよっていう感じだね。なるほどね。で、今度ディテール A って書いてありますね。ディテール A、 多分以前作ったこれですね。これをこっち側に向けての、これをここにはめてしまう感じですね。ああ、ぴったり。で、ここでディテール A、B。あ、これがディテール A、B ってやつなんですね。この、よくわからんパーツが。ディテール、これを大向きのここにこうつけるよと。これはネジでは締めるんではなく、こうはめ込むだけなんだ。グッ、絶対はまってない。全然はまってなかった。こうですね。ちょっとこれ後にしましょう。ここをグッとはめ込んで、あ、 OK、 ちゃんとはまった。で、もう一個のこれですね。これだよね。一応パーツ一覧でディテール A が6番。ああ、これだね。合ってる合ってる。これも、こう向きにここにつけるよと。まあ確かにディテールで間違ってはないな。これもグッグッと入れ込めば OK。 こんな感じで、そうしたらさっきの、こちらですね。これを、FF ネジと、あ、なんか前回ちょっと動画で言ってたやつなんですけど、 FF のネジはこっち側そうか、この付属されてたこの FF のネジだけ、とりあえずこいつは、こっちを止めるためですね。ちょっと軽く締めて。で、こっち側は12って書いてあるんで、こっちは B っていうネジですね。 B のネジ用意しておきましたよ。 B のネジで止めるよと。ピチッと
ちょっとネジ穴が、ネジの十字が大きいんで、大きいドライバーでいこう。あ、軽く。よいしょ。フロントのトランクルームがめちゃめちゃ狭いね。まあスーパーカーなんてこんなもんだけど、ここね、こんだけそういう車じゃないからね。あ、なんか傷がついちゃった。大丈夫か。で、次がこれでとりあえず終わりですね。ステージ50には終わりになります。まだ時間全然っていうこともないか。まあまああるんでやっていこう。で、次53なんですけど、ちょっとこの、よいしょ、邪魔で OK。 53がこちらですね。53も結構あるけど、53が、フロントサスペンションですね。こちらになります。で、こちらはやっていこうなんか悩んじゃった。まずこちらが4本あるんですが、それのうちのこの形のやつ、これとこれ、あ、落とした。うん、はい、こう向きとこうのように見ると見やすい。で、そしてこれで、あ、これも金属、重た。もうすでに塗装済みです。あ、塗装済み当たり前か。こんな感じです。色がしっかり分けられていて、こちらを、ここにこう入れて、ここをタイプ BB のネジで、 BB やで締めていきますよと。よす。よっ、よいしょっと。これがフロントショックアブソーバーで、フロントコントロールアームっていうらしいです。この下の方は。で、こちらもこうですね。はい、できました。で、そうしたら、バネ、これは前回リアでやった時と同じパターンですね。で、一応これ右左があるらしいので、 LR が書いてあるんですね。ここに R ってこいつは書いてありますね。で、そうなるとこっちは L ですね、やっぱり。はい、だけどここでは別に特に関係ないのか、ショックアブソーバーブッシュって書いてるだけで、これを N のネジで止めて N とあります。こちらですね、先に2個用意しておきましょう。 1,2 で、こちらもバネを入れての、これ何が違うのかな。これどっかに L とか R とかなんか書いてあったら嫌だな。うん、あとで取り付けるときに変わってくるって感じかな。で、ここに、うん、特に書いてないんですよね。LR の刻印されています。アセンブリーに取り付け、括弧 L と R と刻印されています。ネジで2つのフランジにそれぞれ。わからん。
ルをグッと。今度はここにもうくっついてるから指が痛いなんていうことにはならないね。いや結構痛いな、右手左手が。今このバネを思い切り押してるんで。よし、これである程度入ったらもうこのまま回していいか。ギュッギュッ、 OK だね。車両がダイキャストで重たいからそこそこのバネの硬さだな。そりゃそうだよな、だいたい10キロ近くあるからな。ほとんどがやっぱりダイキャストパーツでできてるから重たいんだよね。まあ、その分丈夫くて重量感がある分リアルな感じに仕上がるよという感じじゃないかな。よし、 OK、 動くね。バネの出具は一緒かなと思ってちょっと心配なしだ。よし、でそうしたら今度ちょっと細かいっすね、こちらのなんかフランジ、これフランジ、フランジがついているんですけど、4個ついてるうちの2個しか使わないよと。でこれにピロボール、あ、ピロボール、これは、うん、あ、そうだね、ピロボールっていうかな。これはね、ちょっといろいろ、名前はわかる。まあもちろんね、仕事上知ってるっていうだけで、そう、ピロっていうのの中に入っているピロボールだね。で、これを、ああ、なるほどね。ピロになってんだ、これ。だから、こいつを、これね、よく見ると裏表があるんですよ。ここ斜めになってるところがあるんで、ここの斜めのところにこう球が乗るようにして、それでこいつをここにつけるよと。そうするとこういうふうにこうぐるぐる動くという感じですね。でここを11のネジ、 M のネジで止めなさいねというところですね。 M どこ行った、M どこ行った、よかった、 M のネジで止めなさいねと。よっ、こういうところ芸が細かいね。なんかネジの入りが悪いんだけど大丈夫、大丈夫。 Mだよね、 M とかね、 M のネジ、よ、これも今と同じような感じで取れない。ここのテーパーの方に玉を入れて、ここにグッ入れてネジを締めれば OK ですよと。こんな感じ、こうやって動く、いいね、こういうの好きだ。で、おっと、やっぱりここでピロボールが再び、要はここと、こいつですね、ここの受けの部分、ここにもやっぱさっき2つしか使わないって言ってたやつがここで使われるわけだ。なるほど、これですね。でこれもやっぱり M のネジで止めろと、2個、先にはめておいてテーパーの方に玉が来るようにしてはめて、よっ、割と緩めだから自由に動くな。まあ負荷がかかるとこんなん取れちゃうからな。よ。なんともまあスムーズだ。でもなんかこの足回りかっこいいね、やっぱりスプリングとか入るとね。
よし、OK。できた。で、これで終わりですよと。で、次からは、ステージ54になるんですが、あ、これもちょっといろいろやることあるな。うん、これも撮影しよう。ということでですね、今回はこんな感じでございます。結構このピロのコロコロが意外と好きだったりする私でございます。よし。ということでね、またね、どんどん進めていこうと思いますね。また見ていただけたらと思います。ということで今日はこの辺で。ではまた。さあ、それでは続きをやっていこうと思います。今回もアグラモデルズさんからキットを提供していただいております。ラフェラーリの8分の1スケールモデルですね。今回は54号ということで、左フロントブレーキディスクという項目になっております。ではやっていきましょう。で、中に入っているのは、名前の通りですが、ディスクブレーキが入っております。と、なんかが入っています。まあ、なんかって言っても、アンチロールバーだそうです。で、こちら、ディスクですね。重い。で、そうしたら、以前組んだパーツの、あったあった。これですね。このパーツたちを使いますよと。これです。はい。向き的には、こういう向きと、こういう向きになりまして、こちらですね。が、つく感じになっております。2個ずつ。これも、内側にネジがはめ込まれるように取り付ければ OK です。という感じですね。そして、これをつけるのが、タイプ K のネジですね。こちらです。とりあえず2個。まあ、4個あるか。入れて、4個出しようか。1個。2個。で、こちらにつけて、さっき言ったこのね、取り付けるネジの穴っていうのが内側に向くように、このようにつけてあげましょう。あれ？なんだろうな、なんか気のせいかな、なんか音がするな。気になるわ。ごめんなさいね、ちょっとこっちごとで、こっちごと。今ね、基地にでね、もちろんこう広いんで撮影してるんですけど、なんか音するな。なんか風が強かったりもするしね。外の音か。撮影してる時に誰か入ってこられると困るんだよね。ね、まあ、なんとなくわかると思いますけど。やっぱりさ、最初のうちは、まだね、この建物を使ってなかった時にさ、一人でここに来るのがまあまあ怖かったんで、心霊系大好きの私でも、やっぱりちょっとこうね、心霊動画とか見るっていうとさ、そのモニター越しに見るっていうフィルターみたいな感じのものがあるから、全然平気でどっちかって言ったら好んで見るぐらいなんだけど、実際に体感するとかそういうのってさ、やっぱり怖いじゃない。ちょっと話は別になってくるから、もうノンフィルターなわけだからさ、やっぱ怖いの、で、やっぱりこうね、一人でここにいると、今ね、まだその準備も何もしてない、そのね、掃除してる時とか、それがまた夜になるとさ、あ、忘れましたよ、キッチン取り行かなきゃって、怖えな、どうしようかな、やめとこうかな、みたいな、そういうレベルだったんだけどね。で、今となってはもう全然平気で、もう最近だと本当に夜中も一人でここにいるぐらいだから、夜中ってこともないか、まあ真っ暗になってからでもここに一人でねいるぐらいだから、まあ冬なんてやっぱり日がね降りるのが早いんで暗くなっちゃうんですよね、もう6時ぐらいで。よし。でもね、まあまあ怖いけど、まあ今はね本当に何ともなくなっちゃう。で、これに、前回作ったこちらですね、これも LR がありますので、これは左ですので L ですね。こちら左フロントブレーキディスク、左 L
左、これをこう見て、見てこんな風になってんのよ。すげえね、かっこいいね、めちゃめちゃかっこいい。こう見てこれをここにこうつけるよと。いいよ、いいよ。お、あ、ちゃんとこうスポット入るようになんか形ができてんだね。なんか結構芸細けえな。で L のネジで止めるよと。親切設計だな。だからなんかね、ちょっとさっきの話の続きなんだけど、怖かった。なんかちょっとビビったりする。いきなり、まあ、誰かこの時間に入ってくる人なんかいないけど、もし入ってきたらみたいな。鍵買っとけよっていう話なんだけど、まあ買ってあるけどね。あ、そうか、これはこういうふうに締めるためにあれか、切りかけがないと良くないってことか。これでいいのか。このガッタガタなんだけど、ああ、なんだ、やり方が悪かっただけか。しっかり止まったわ。 OKOK。 あんまりやるとぶっ壊れそうで怖いな。よし、 OK で、これで左、これで OK で、次がこれのさっきの、要はだからこれだね、 L って書いてる。これをここにこう、またここ合わせがあるんで、合わせをちゃんとよいしょ動かして、ここ入れてあげて、入れてあげてが入らなくて、うん、スポッ入った。でこれも L のネジで止める。よいしょよいしょ。一人でここに夜いるとハラハラ感がたまんねえぜ変態か、変態なのか。でこれでとりあえず OK ですね。でここから次なんですけれど、ちょっと右ブレーキ、あれ、あ、これさ、うん、右ブレーキディスクも、あれ俺飛ばしちゃったのか。右も今からちょっと同じことをやりますので、一旦カメラ止めますね。はい、ということで続きなんですが、これで両方できた感じになります。で今度は、ステージ55で、こちらをね組み立てていくような形になります。こちら、前回のまだ余りのこのねヒンジですね。こちらをよいしょ、 CC の、うん、違う、 M のネジですね。 M のネジで止めていきますよと。ちゃんと用意しといてよ。 M ネジ、これを 1,2,3,4 でこれもまた、ネジの向きをね間違えないようにですね、内打ちになるようにつけていきましょう。よいしょ。で、つける場所は、おっと早速間違えそうだった、この下ですね。ここにちょっと入れて開けて、ここですね。ここ一応案内はついてるんですけど、あー怖い、よいしょ、うん、 OKOK、 いける。この辺もつけて、こいつも内側にネジが来るようにですね。ういうん、うん、限界でよっ、ほいしょっと、
ガタガタしない。OK。ちょっとこれ邪魔ですね。反対側。ここも間違えないように。ほいほい。入って。入ってちょうだい。入った。うんうんと言いながら何が運なのかよいしょ、そうとそうと結構ねこれ金属出てきてるからつけるにネジの加減あのマグネットで横の壁にくっついちゃいそうになるんだよね。落ちる落ちる落ちる、シャイトレットだ。ずれたずれた。で、グッと。ずれたよ。直す。こんなもんか。こいつもちょっと直す。OK、これですね。で、そうしたらこれに、もう右フロントディス。多分じゃないけど、まあ、こっちなんだけど、こっちをこう向きにしてのここか、これをここにつけるんだ。あ、なるほどね、こういう感じだね、ここに。でこれを、3のネジ CC、はい、まあまあ長いな、どりゃ。ここに入れてやる。ここもちょっと頭が大きいドライバーの方がやりやすいかな。最初やっぱりちょっと入れるにはこいつがすごく入れやすいんだけどね、ちょっとこうとどめを刺すのがやっぱり大きい方がいいな。よいしょよいしょ、グッグッグー。よし、こんなもんでいいでしょう。浮いてる感じもないしね。OK です。で、そうしたら、iPad の電気が切れてたので、こっから、これを、なるほど。ここをこうつけての、で、これ、をここにこうつける感じになるんだけど、多分先にこっちはやった方がいいね。ここを5番のネジだから O で止めるよと。こちらですね。穴しっかり合わせないとやりづらいな。入った。グッ
ここもそんなガッチガチに止める必要はないだろうな。で、こっち側からも、ここ締めにくいな。これ少し傾いてんな。ここね、よいしょ。ああ、これで OK。いい感じの案内になった。で、ここを締めるよと。ああ。よっ、入った。こっちから入れた方がいいのか。いや、無理。こっちからだな。ふい、ふい、ふい。ふい。で、そうしたら、今度は、6番のネジが、タイプ C。C のネジで止めるよと。これをついにここにくっつけるときよと。でかいかな。あ、ちょっとでかい。こいつで頑張れよ。いいね。うん、なるほどね。こんな感じか。あ、いいね。いいね。とりあえず OK なんですが、あとこっちはね、ちょっと同じことの繰り返しになってしまうので、一旦カメラ止めますね。はい、ということでなんとか両方つけました。こんな感じでございます。いいね、かっこいい、メカメカしい。で、ここからですね、最後にアッパーコントロールアーム、アンチロールバーをつけていきます。こちらですね。これを、こう見てのこれを倒してつけろよとなっております。こっからこれをここに入れるんだね。ここへえ、こうしてこう、アンチロールバーっていうの、まあ、こうやって入れたら7番のネジ、こちらですね、 H で止めろよと、こっちから入れろってなってる。これ先にこっちから入れた方が楽かな。入る、入ってる、ちゃんと入りました。で、奥までちゃんと入れて、こっちも倒しての、ここですね。入れれば、おしまいと。いやー、どんどんできていくね。いいね。怖い怖い怖い。ちょっと怖い。ちゃんとなんか壊れないかどうか。意外と丈夫いんだけどね、ちゃんと作れば。今までの経験でちょっと怖い。ああ、なるほどね、こういう風になってんのね、まだちょっとね、足裏がここはねついてないんでね、若干不安を感じるぐらいです。でもできたよ、ほら、いいね、かっこいい。よし、でもこれでですね、パック、あ、違う、まだ56があるわ。うん。なんで、次回で終わりか。よし。ということでですね、こんなとこまで進めることができました。どうでしょうか。めちゃめちゃかっこいいです。こんな感じで。
ではね、またね、どんどん進めていこうかなと思いますのでね、また見ていただけたらと思います。ということで今日はこの辺で。ではまた。ではそれではやっていこうと思います。今回はステージ56室内トートスイッチというふうになっております。中身はこんな感じでございます。今回もアグラモデルズさんからキット提供していただいてもらっております。ではやっていこう。開封開封、いやー、よいしょ、ナイス。室内しゃべりすぎた、ちょっと張り切りすぎた。室内灯ですね。線がなんで入ってますね、このような感じで。ではちょっとこいつをね、一旦どかせもどかした方がいいのかな。いや、もういきなりつけます。この中のここの部分ですね、ここに室内灯をつけますよと。室内灯こんな感じです。よ、こんな感じですね。リアル、あ、カメラこっちだった。リアルでございます。ちゃんとこのね、ゴツゴツゴツってなってる裏面がね。でこれをここにドンとつけますよと。とここにぼっちがついてるね。ぼっちの向きをちゃんと合わせておかないとね。あははは、はガチッと入るかな。ちょっと割れそう。まあまあお硬くなっております。お、あ、入った入った。まあ、基本的に入れ方が悪いみたいな感じなんだよねと言いながら結構硬い。また再びピンセットの裏、ほっ、入った、カット、しっかりしてますな。よっと、うん、渾身の力を込めて。それは言い過ぎだけど、よし入ったよ。で、今度はこれですね。こちらを、ちょっとカメラの向きが位置、もうちょっとこっちにさせて、で、自分の体がもうちょっとこっち、よし、これですね。これを、こう向きの、こっち、この今のところに入れるよと。ああ、ドンつきまで入ってる。このルームライトがもっと奥まで入ってもいいような気がするんだけど、もうちょっと押してみようか。ピンセットの裏、こ、いや、こんなもんか、こんなもんか。触ってもつらいちな感じになってる後ろが。よし、 OK で、ライト2と書いてるんですけど、 L、D、D のやつか。どこに書いてる、この2のやつだから、これですね。これで合ってるはず。これをここに入れるんですが、ここにぐさっと、これもちょっとピンセットで押してやるか。壊さないか。ああ、しっかり入った。OK。いい感じ。で、そしたらこれを回すよとなってるんですが、まずこれをこう向きに、あ、こう、ほどいてなかった、画面ばっか見てた。これをこの中こうやって通すのね。通しての、すいませんね、ちょっとね、今日ね、気分がいいんですよ。どんなんだ、気分がいいんですよ今日。でこう言って、でそこからなかなかない鍋さんの気分のいいところ、ここから地に引き回して、ここからこうクチュクチュクチュと言ってくれってなってくる。今ちょっとこのフリーの状態だと簡単ではないな。まあこの状態にしておくか。で後で引き回そう。でそうしたら、今度はドアスイッチの端子とこちらとこちらですね。これ LR って一応書いてあるんで、これに従ってつけましょう。10番、まあ絵を見ればなんとなく分かるんですけどね。こう向きのここですね。
こんな風に。ああ、どうもカメラがこっちって不慣れだな。後で直そうかな。で、いや、ここにこうしてドアスイッチを入れ込むのかな。これも LR って書いてる。とりあえずは右 LL だね。 L じゃない、 R ね。 R だから、これがなんか変わってる。見て、ほら、あ、でもカメラこれピコピコなる。これをつけるんですが、どうやってつけるの？裏から、なんか拡大図がある。PDF のさ、いいところって、拡大できるってなんだ。拡大できるからいいんだよね。それでもちょっとよくわかんないんだけど。裏どうなってんの？いや、わかんねえな。ここに、ああ、わかった。これ入るのか、本当に。ここ、これどうやって入れるんだろうか。そもそもの入れ方がわからない。違う、ここからこう入れてこうなって、こうか。原理が分かればなんとなく分かる。これでいいんだ。で、これで押さえつけると、押さえつけるはいいんだけどさ、これがこういうふうにくっつくっていうことなのかな。やべえ、こんなところでもたもたしてしまう。だって分かんないんだもん。なんか多分絶対こうピタッとこうはまるべきところにはまるはずなんだけど、画面を見てもマジわかんねえ。斜めにつけるような雰囲気だけど、端子が折れてしまうような雰囲気。こうか、これなら合うけど、これピコピコ動かなくなっちゃう。こうか。ちょっとわかんないんで、一回カメラを止めますね。もたもたしちゃうんで。はい、できたよ。わかった。やっぱりこうだ。じゃ、思ってはいたんだけど、線が邪魔で、ちょっとうまく引き回せなかっただけで、できた。わかった。ここにね、やっぱりこう斜めな感じで、こういう感じ、わかるかな？この、ここ、こうさっきのこのピコピコね。こういう感じ。で、こいつがへこみがあるんで、そこのへこみに合わせるとピタッとね、うまくはまるようになる。なるほどね。確かに説明書、よく見ると説明書、よくよく見るとわかるわ。なんてこと。で、AA のネジで止めるよと。AA のネジ。こちらですね。もうね、めんどくさいから、あれ、ボルトを全部ちゃんとね、一列に並べた。A から Z まで。すげえよ。ネジ A から Z までマックスであるからね。すげえと思った。だいたいね、途中で止まってるじゃないですか。なのに、A から Z までしっかり全部あったわ。すげえな。グッド。ん？
余ったちゃんと余ったね、取れないよね、取れそうでも結局あのカバーしちゃうから分かんなくなっちゃうと思う。でこれだから引き回したところで、またこっちも同じように反対側ね、もう今度はスムーズにいけるよ。ちょっと絡まりだけしっかり取っておこうか、絡まってるとよろしくないので、でこれがコネクターの部分ですね、よし OK。でこれをこっから通してのここに、こういう感じ、でこれここにねこういうへこみがあるんですよ、このあこここのこのへこみに合わせて入れてやればわりとスッといける、多分わりとスッといける。おっと落としたけど足でキャッチしたね、ちょっとね線がね邪魔なんですよ。でここにこれをして、おっつるつる滑る、おほらはい違う、こうじゃない、こうこれこれだよ、ほら入った、バチ、線が切れないかが心配だな。結構線がねいっぱいいっぱいな感じになってる、まあ大丈夫でしょう。でまた A のネジで止めるよ。あ、よかった、できて。A のネジですね。なんかここのネジ緩い気がするな。あんまり無理すると取れてしまいそうなので。あ、でもちゃんと効いてる。OKOK。OK。で、リアサイドパネルボトムっていうのをつけますね、こちらですね。ツヤツヤ、これははめるだけか、一応説明書通りの向きに持っていって、これをここにはめますよと。入る？入る？いや入るです。あーちょうどいい入れ具合感、バッチリ入るわ。オッケーで反対側も、こうですね、いやーできたできた、ほらできた、いい感じ、おいいね、こういうちょっとボディの一面が見えてくるとまたいいな。でこれで今回ね6
56が終わった感じですね。室内灯とスイッチという感じです。こんな感じ。よし。ではね、またね、どんどん続きやっていこうと思います。どうしよう。ちょっと時間が短いんで、ひょっとかしたらこのまま次続けるかもしれないですが、また見ていただけたらと思います。ということで今日はこの辺で。ではまた。果たせなかった。